おばんでやん。というわけで本日はこちら駒場東京大学より徒歩2-3分ラーメン千里眼にやってまいりました。いやーこちらね、二郎系ラーメンの中でも軒並み評判が良かったお店なんですけれども、いや俺が前食った時はそうでもなかったような気がするんですけど、二郎系の中でもねすごい人気のあるお店ということで、果たしてどんなラーメンがいただけるのか楽しみですね。それでは今日も張り切ってラララララララズ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 行ってみます。全マシで全部で、はい、というわけでこちらが冷やし中華の台です。顔の大きさぐらい持ってあります。それでは早速いただいてみましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのマヨネーズ、ガリマヨの味がガツッと最初くるんですけども、ね、この麺の歯ごたえがね、こう後からこう追いかけてくるみたいな感じで、これハマるの分かりますね。はい、それではこちらがトッピングした味玉でございます。果たしてどんなお味がするんでしょうか。いただいてみましょう。ちょっと正直に答えてください。あの不倫報道は一体何だったんですか。ちょっといやー、やっぱね、こうね、冷やし中華に合うようにこうね、計算され尽くした味だ。すいません、空振りしちゃいました。いただいてみましょう。魚介系の出汁が染み込んだ味玉で、冷やし中華によく合いますね。そしてこちらが追加した豚です。この分厚さですよ。いただきます。うん、柔らかい。口の中に入れた瞬間脂身が溶けていく感じがうまいですね。お一人様こう2枚限定でしか回せないっていうのがちょっと分かる気がしますね。もうちょっと欲しいな。はい、どうぞ。いやー、残りが少なくなってきたんですが、こう悲しいですね。もうちょっと食べてたいな。今度からちょっと年増しにしようかなと思うぐらいの美味しさですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでね、いただいてきましたけれども、いやー、あの普通のラーメンはちょっとこういまいち、ちょっと物足りない感じの二郎系といった感じでしたけれども、冷やし中華これ、いやーマジでうまかったですね。冷たいジャンク、コールドジャンクといった感じで、この夏はちょっとヘビーローテーションになりそうな感じがするなっていう気がしましたね。ただ、欲を言えばなんかもうちょっと
ガリマヨね、もうちょっとマヨネーズの味が濃くってライスがあったりしたらもう完璧でしたね。こういう二郎系のラーメンってね、店員さんがちょっと怖いイメージあると思うんですけども、すごいなんかこう感じがよくって、僕みたいな、素人でものびのびと楽しめるお店でしたね。皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ試してみてはいかがでしょうか。以上、駒場東大前ラーメン千里眼よりお送りいたしました。ごちそうさまでした。